どうも、こんばんは、アイナムです。今回は、東京グールあるい、コールトゥーエグジスト、金木剣バージョン竜ですね、を使って、今回こちらのキャラクターの魅力を解説していきたいと思います。では、行きましょう。まあ、追憶でも使ってたんで、大体の動きは分かってると思うんですけど、まずは通常攻撃が3段階の蹴りですね。で、ユニークアクションが、全方位のカグネのなぎ払いで、ユニークアクション2が、打ち上げですね。で、ユニークアクション3が射撃。まあ、射撃というか、この場合はカグネを伸ばしてるだけなんですけど、まあ、射撃みたいなもんですね。んで、とりあえず一通りの動きはこれで終了ということで、覚醒と必殺技があるんですけど、まあ、まずは必殺技ちょっと見せたいね。あんまり敵がいないから、ちょっと見せようか。十字架のカグネを解放して、前にガリガリガリっと引っかいた後に上にズボッと打ち上げる。もう擬音ばっかでちょっと語彙力のなさが垣間見えてしまっているんですけども。あと覚醒なんですけど、覚醒はね、ちょっとゲージを貯めなきゃいけないんで、まあ絵とか出てくるまでにどうにか2本貯めたいね。だから今紹介した技を駆使して、最後ゲージ貯めながら絵と戦まで持ち込みましょうか。まあなかなかゲージ貯まんないからね。おい、あそこの自動ドア閉まったぞ。操作官は追撃を入れると必殺技ゲージが溜まるんですけど、グールの場合は自動回復力が上がるっていうね。まあ、ただこの自動回復力が上がるっていうか、自動回復があることがめちゃくちゃグールは強くて、チームデスマッチ、オンラインのチームデスマッチとかだと本当に操作官じゃ歯が立たないぐらい。操作官はダメージ食らうとね、自分で医療キットを、まあ、4、5秒使ってやらなきゃいけないんですけど、そんな隙はなかなかないわけですわ。遠くまで逃げるんですけどね、使うときは。HP を削られてから、医療キットをね、その場でしかも立ち止まったまま4、5秒使うなんて、そんな暇はなかなかないわけだ。さあ、エトかな？違うわ。まだか。シラギン。ちょっとゲージを早めに貯めたいが、よいしょ、はいはい、使って打ち上げをしたいね、打ち上げ。オッケーオッケー、ひるんだひるんだ。ひるんだというか、錦は捕まえてるな。はいはい。やっぱり、メンバーに一人美角がいて、こんな感じで捕まえてくれると、すごいやりやすい。やばい。あぶねえ。食らうぞ、あの二人。錦がもう、もろに食らってる。さっきあれだ、首根っこ捕まえたこと、根に持ってるぞ。おい。オッケーオッケー、ひるんだね。はいはいはい。はい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 、はいと。さあ、あとちょっとでゲージ溜まるけど、エト来るかな。そろそろ。あ、まだか。どのタイミングで来るんだろう。2分切ったぐらいかな。まあいつも難易度普通でやってるから5分なんでね。ちょっとグールで5分で最後覚醒まで見せるっていうのは下手すりゃ難しいかもしれないね。さあ覚醒ゲージマックスになってる。お、あれだね、ゲージ出てるね。ちょっとゲージ取ろうか。ゲージ無限いって、よいしょ、吹っ飛べ。あー、やばいやばい、死ぬ死ぬ。追撃を入れて、自動回復力をアップさせた後に、お前はゆっくり料理してやろう。はい。やべ。やべ、捕まっちまった。これ結構食らうんだ。はい。はい。打ち上げて、打ち上げて、はい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 、打ち上げ、打ち上げ。やばい、あれを取らせてくれ、頼む。よし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 。よいしょ。打ち上げて、打ち上げて、打ち上げて、打ち上げて追撃を入れておこう。さあエイト来るだろう、そろそろ覚醒しようかな。エイトが来たら、来た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 。で覚醒で、カグネを、十字架のカグネを常に解放状態して、十字架覚醒状態は四角ボタンで月ですね、月月引っかきかな。はい、123でユニークアクション1が、はい、ベイブレードですね。スピン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 で丸ボタンが打ち上げ。やばい、スキルだ。やばいやばいやばい、危ねえ。なんとか倒せた。もうこれは速攻ですね。まあ多分エトでいつもね、覚醒技を使うから何やってるのか分かんなくなるのかもしれない。よいしょ。多分ね、何やってるのか分かんなかったと思う、見てて。あれを取って、ちょっとこの浮かく部隊がなかなかに強い、強すぎる。はい、追撃を入れて自動回復力を上げて、よいしょ。さあ大方倒したけど、まだ出てくるか。あ、いるね。おいおい、まだ出てくるかい。まだ30秒。お、出てきたね。よいしょ。
はいはい。いやー、最後一回必殺技打つ暇あるかな。ちょっと微妙だよね。さすがにたまんないかな。がっつり敵が出てきてくれればいいんだけど。ああ、中ボスか。まあさすがにちょっときついかな。まあ普通に倒していくか。あいででででででて、あの金木犬のスキンはね、このゲームの中で一番多い5、6種類あるんですけど、まあ、基本的にあのその普通のユニークアクションとか通常攻撃とかの動きは同じで、まあ、覚醒した時とか、あと必殺技、まあ、竜はさっきみたいに十字架で、ガリガリガリってやるんですけど、まあ、他のスキンだとヤモリ戦で使ったあの上に高く飛び上がって、カグネ4本で思いっきり叩きつけるっていう、上で大の字になってね、あの必殺技かなだったと思います。はい、というわけで今回は竜カネキかなりかっこいい、やっと自分で動かせる、このゲームでね、この十字架のカグネを操って動かせるっていう、まあグールファンにとってはたまらないキャラクターだと思うんで、よかったら使ってみてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。